ショーン・マイケル・アームストロングは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、クレーブン・郡ニューバーン出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のボルチモア・オリオールズ参加所属。ウェスト・クレーブン高等学校時代は、クロスカントリーの選手としても活躍していた。2008年の MLB ドラフト33巡目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、この時は契約せずに、 イーストカロライナ大学へ進学した。クリーブランド・インディアンス時代2011年の MLB ドラフト18巡目でクリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、マホーニングバレエスクラッパーズでプロデビュー。1試合に登板した。2012年は A 級。 レイクカウンティキャプテンズ、A 級カロライナマドキャッツ、AA 級、アクロンエアロズでプレーし、3球団合計で45試合に登板して2勝3敗、4セーブ、防御率1.60、78奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2013年は、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスと AA 級、 アクロンでプレーし、2球団合計で33試合に登板して2勝3敗、防御率4.14、48奪三振を記録した。この年のオフもアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2014年は AA 級アクロンラバーダックスとトリプル A 級コロンバスクリッパーズでプレーし、2球団合計で49試合に登板して6勝2敗15。 セーブ、防御率2.41、72奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2015年は、トリプル A 級コロンバスで開幕を迎えた。トリプル A 級コロンバスでは46試合に、登板して1勝2敗16セーブ、防御率2.36、80奪三振を記録しており、7月には、 トリプル A 級のオールスターにも選出された。8月8日にメジャー初昇格を果たしたが、その際には携帯電話の音を消していて、聞き逃しかけたという。同日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは8試合に登板して、防御率2.25、11奪三振を記録した。2016年は10試合に登板して、防御率2.53。 7月三振を記録した。2017年は21試合に登板して1勝、0敗、防御率4.38、20奪三振を記録した。2017年12月13日に、インターナショナルボーナスプールとのトレードで、シアトルマリナーズへ移籍した。2018年3月7日に、ィーフとなり、翌8日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級タコマレーニャーズ、 へ配属された。シーズンは、開幕から、トリプル A 級タコまでプレーし、49試合に、登板して2勝5敗15セーブ、防御率1.77、82奪三振を記録した。8月28日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは14試合に登板して0勝1敗、1セーブ、防御率1.23、15奪三振を記録した。 2019年4月26日に再び、ィーフとなった。2019年4月28日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2020年は14試合の登板で2勝0敗、3ホールド、防御率1.80だった。守備では初めて、エラーを喫した。2021年6月4日に、ィーフとなり、11日に、 マイナー契約で参加の AAA 級ーフォークタイズへ配属された。フォーシームとカッターを主体としており、時折スライダーを交える。ありがとうございます。